池田博之は、日本の実業家。近畿大阪銀行代表取締役社長や、リソナ銀行代表取締役副社長、東洋テック代表取締役社長、関西経済同友会代表幹事、2025年日本、国際博覧会協会副会長等を歴任。福岡県出身。1983年、横浜国立大学経営学部卒業。 同年大和銀行入行。2007年リソナ銀行執行役員奈良地域、担当権奈良営業本部長。2009年リソナ銀行常務執行役兼、埼玉リソナ銀行取締役兼、リソナホールディングス執行役。2010年近畿大阪銀行代表取締役、副社長。2011年近畿大阪銀行代表取締役社長兼。 リソナホールディングス執行役。2013年近畿、大阪銀行取締役会長兼、リソナ銀行代表取締役、副社長兼執行役員西日本担当統括。2014年近畿大阪銀行取締役。2015年埼玉リソナ銀行取締役。2017年リソナ銀行取締役副会長。2018年から、 理想な銀行副会長及び関西経済同友会代表幹事を務め2025日本万国博覧会誘致委員会副会長も務め2025年万国博覧会の大阪招致構想などに取り組んだ2019年2025年日本国際博覧会協会副会長2020年東洋テック代表取締役社長 2021年エレコム取締役、ありがとうございます。